韓国の女性アイドルグループのクレヨンポップが日本のアイドルグループ桃色クローバー Z の衣装を盗作したとの疑惑が韓国国内で上がった。これを受けて所属事務所が24日公式な見解を明らかにした。複数の韓国メディアが報じた。クレヨンポップが18日に公開した新曲クルクリスマスの画像でメンバーがクリスマスツリーをモチーフにした衣装を着用していたところ、このデザインがももクロの衣装を盗作したものではないかと指摘を受けた。同グループは今年8月にも衣装やコンセプトがももクロと酷似しているとして盗作疑惑が上がり騒動となった。所属事務所側はクレヨンポップが写真集の撮影時に着用した衣装はクリスマスツリーの象徴的なイメージを模した。緑の葉、葉の端にかけられた目、ツリーのてっぺんの星などは、誰もが連想することができる、象徴的なイメージだと釈明した。また、ノイズマーケティングではないかとの疑惑については、クレヨンポップは、路上公演から始まり、数多くの困難を経験して、ようやく多くの方々の、関心と愛を受けることになった。このような重要な時期に、クレヨンポップのイメージを毀損してまで、ノイズマーケティングを繰り広げる理由がない。むしろ毒になるだろうと一蹴したという。一方、クレヨンポップは26日に、新曲、クルクリスマスを発表する。所属事務所側は、写真集の撮影時に公開された衣装は、活動の衣装ではなく、ヘルメットのコンセプトがそのまま、維持される予定と明らかにした。